まずこの着地が注目ですね。そうですね、ここでどれぐらい緊張しているか分かると思います。止まります。 F 難度屈伸2回宙返りひねり、ここからは C と E の組み合わせ。ラインオーバーはありません。少し跳ねすぎましたね。これで E 難度以上の技は全て出しました。ここからは谷川翔らしい開脚旋回です。 D 難度そして C 難度、この後のあん馬ではこの谷川翔の開脚旋回が非常に楽しみです。着地姿勢が高いですね。組み合わせ、さあ最後の3回ひねり、いつもの谷川翔に比べるとちょっとひねりが足りなかったようにも見えましたが、まず最初の床です。まあ、2節目と、はい、最後のコース、少し油断して跳ねてしまったのが残念でしたね。他の着地は非常に着地姿勢が高くて、はい、他の選手と比べると体の姿勢が非常にまっすぐな状態で着地しているので、非常に止まりやすいという特徴があると思います。着地姿勢が高い、ちょっとまたこの映像も見ながら伺いたいと思いますが、はいはい、もうこの時点で着地に入っている、この、はい、ちょっと この時は腰を引けてますけども、ここはちょっと失敗したところですね。そうですね、はい、やはりこういうふうに腰が折れている状態で着地をすると着地が動いてしまうということがあります。はいはい、よくあの体操選手は着地を取りに行くという言い方をしますけれども、はいはい、その時の姿勢が谷川翔選手は非常にまっすぐになってますね。ここととか分かりやすいと思います。はい、はい、ただ最後の3回ひねりがややいつもの谷川翔に比べるとちょっと体力の部分もあったと思います。そうですか、はい、ちょっとした疲れでちょっと狂ったという感じですね。この後のあん馬、さらに2種目目の平行棒、去年の NHK 杯は最後の鉄棒で落下がありました。まだ表情には余裕は見えますけれども、まあ、追いかけられる展開続きます。以前よりパフォーマンスが増えて自分をなんか追い込んでるみたいな。ここで優勝できたらさらに上に行けるような印象を受けますね。塚原さんも3連覇がありました。塚原さんはどちらかというとあのいい意味でのポーカーフェイスといいますかっていう印象が我々はありましたけど、私はそのような余裕はなかったので。そうですか、はい、パフォーマンスどころじゃない。さあ高得点が出ました。 14.733、 E 得点 6.2、 E 得点 8.533、 全日本の時よりも得点を伸ばしてきました。